おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回はお金の貯まる人貯まんない人、はい、のこのメカニズム、はい、モチベーション この難しいんだけど、ちょっとシステム的に考える、はい、これ考えるとよくわかるから、はい、でシステムってフローがある、何らかのフローがある、はい、でこうお風呂、何らかのモチベーションやる気っていうのはこうお風呂の水みたいなの、はい、こうモチベーションは行動に変わりますよと、はい、いや一種のエネルギーだから、うん、こう行動を起こすよね。エネルギーはこう行動に変換されてるよね、はい、でそれで成果が出るとまたここにやる気の、うん、が出てこうぐるぐる回ってきますよ、はい、あ成果っていうか報酬、はい、王じゃないな、これ。びっくりした。報酬。報酬が出るとまたやる気出るよね。はい、で、この前も言ったんだけど、最終報酬がどう？最終報酬がこのモチベーションの源泉だと。はい、でそうすると、これはどんどん、ね、増えていくもんね、行動。行動強化する。はい、うん、お金っていうのは何だと思う？最終報酬だと思う。なりがちですよね。最終報酬はね、心理的なもんだね。だからお金そのものは心理的なものじゃないの、ね、いわゆる物的なもの、まあ、思考的なものだから、はい、お金が例えば貯まるって言った時に何が発生する？例えば貯金が増えたって言ったら安心する。安心が最終報酬なんだよね、はい、であとこう貯金がこう目標に達したっていう達成感みたいな心に発生するものが最終報酬。あ、はい、うん、でこの最終報酬がどうなるかによってお金が貯まるか貯まらないかっていうのが分かる、はい、うん、こう最終報酬がこれ貯まらないケースなんだろう。厳しすぎるって言ったら変ですけど、うん、例えばいくら貯めるっていう目標が今貯金ゼロなのに1億円ってやると1万円貯めてもあとこれを1万回やらなきゃいけないのかとかって思ったりするのかなと。お金が貯まった時の安心感とか、はい、この達成感以上に何かがあると、はい、お金なんかなくてもお金貯まることよりももっとそれを選ぶよ。分かる。例えばお金入ってきましたって、はい、パチンコ行きますってな何が得られる？これ僕あんまりパチンコやったことないんだけどこれはちょっと気持ち分かんないんだ。おそらくスリル、あ、はい、おそらくお金そのものよりもこうスリルをこう味わうとまたこうジャバって入るでしょ。でお金、はい、またこのだからどんどんやめられなくなるよね、はい、またお金貯まってスリル味わい、まあ、この安心感よりもスリルの方が好きなんだよこの人、はい、うんうんうん、はい、で他に何かある？例えばさお金は、まあ、結構稼ぎましたよって、車買いましたよって、あこの中間報酬であるお金から今度さらに中間報酬の車に変わりましたよと、はい、結構高級車だ、はい、でまた心理的なもんじゃないよね、はい、で最終報酬は車買ったことで何得られる？優越感というか、優越感だね、はい、まあ優越感みたいなものが得られるという、はい、お金持ってるよりもあいつよりもいい車乗って優越感得てる、うん、方がいいって考えるとこれどうでもいい話になる、ね、はい、そうですね、うん、でまだねこう優越感をさらに分解できる、なんだろう、なんでこんな優越感を持たなきゃいけないの？どこかで劣等感を感じてるから、そう自分がどこか劣ってるっていう、はい、なんか負のものがあるんだろうね、はい、はい、であとねなんかに復讐したい、あで子供の頃貧乏だった、はい、でバカにされた、で金持ったらそれをなんかこう埋め合わせたいみたいな、あはい、でも金ないんだから貧乏だよ、うん、いくらいくらだったってさ、うん、
でもしあのお金本当に貯めたいと思ったらこうしなきゃダメだよ。あ、こうしよう、同じだよ、同じだよ、同じだよ、俺間違えず、こうしなきゃダメだよ、ね、ってあ、うん、はい、で、メカニズムで、で、今度貯まれば今度あれだよね、こう強化されていくからね。で、もっといいことがあるんだけど、これはまた次話します、はい、ありがとうございます。